ご視聴ありがとうございます。今回はサウンドピーツ Go Free 2を紹介します。最初に本商品の結論をお伝えしますと、7000円台と手を出しやすい耳かけイヤホンのエントリーモデル的な価格でありながら、ハイレゾ音質、防水規格 IPX5 対応、そしてマルチポイントが使えたりと、機能面は高価格帯モデルと同等な性能を持つコスパに優れた商品となります。そのため初めて耳かけ式イヤホンを購入しようと思っている人には全力でおすすめできる商品です。なお、その他実際に使ってみて感じた本商品がおすすめな人と、逆に購入をおすすめしない人はこのようになります。以後、本商品の基本スペックや使って感じた良い点悪い点を紹介しながら、このように結論付けた理由をお伝えできればと思っています。耳かけ式のオープンイヤーイヤホンを探している人はぜひ最後までご覧ください。それではまず最初に基本スペックを紹介します。本商品は耳かけ式のオープンイヤー型イヤホンとなるため、耳に直接はめるカナル型やインナーイヤー型と違い、耳を塞がない作りとなっています。そのため外部の音が入ってきやすく、ウォーキング、ランニングをしながらでも車の音などに気がつきやすいです。また物理的に耳にかけて使うため、他のイヤホンと比べると外れにくいです。さらにその構造上、耳の穴の中に入れないので、過去イヤホンの使いすぎで耳から水が出てくる耳だれや外耳炎になったことのある人も安心して使えます。本体重量は単体で約 9g ととても軽いです。使っていても装着感で気になることはなく、さらにメガネと併用しても違和感はありません。私自身普段からメガネを使っていますが、複数フレームで試してみてもどれも問題なく使えました。特別厚めなフレームだったり特殊な作りでなければ大抵のメガネと併用できると思います。ワイヤレスの接続方式は Bluetooth 5.3 となっていますので、人の多い街中であっても音が飛ぶようなことはありませんでした。オープンイヤー型のイヤホンはその構造上ケースが大きくなりがちですが、本商品は片手に収まるくらいコンパクトです。またイヤホン単体だと最大9時間ほどの稼働となりますが、ケースを使うことで最大35時間の使用が可能です。ハイレゾ音質の LDAC に対応、防水規格は IPX5 なため屋外で雨に降られても心配いらずです。またマルチポイントに対応しているため複数端末をまたいで使用可能となっています。これら特徴がありながらお値段は7000円ほどですので、コストパフォーマンスに優れた商品と言えるでしょう。なお、競合の耳かけ式オープンイヤー型イヤホンとスペック比較をしたところ、このようになりました。3000円ほどで買える本商品よりも安いイヤホンもありましたが、そちらはハイレゾ、防水機能、マルチポイントはないようです。対して有名メーカーの商品と比べると、長時間使用では劣るものの、それ以外のカタログスペックは同等にもかかわらず値段は1万円以上安いということで、競合商品と比較してもコスパに優れた商品であることがわかります。次に使って感じた良い点を紹介します。まず1点目ですが、音質が想像以上に良かったです。直接耳に入れるタイプのイヤホンではないため、音質は軽く感じてしまうのではと心配していました。ですがその心配は良い意味で裏切られたわけです。それもそのはず、本商品に採用されているドライバーは 16.2mm と大型、通常のインナーイヤー型の場合 13mm ほどですので、このドライバーサイズの違いから直接耳に入れられなくても迫力などがいまいちと感じることがなかったのでしょう。また独自設計のラムダ型音響空間 2.0 が採用されているのも大きいのだと思います。小音量でも音の広がりや奥行きがリアルに再現できるこの技術により、耳と物理的な距離のあるオープンイヤー型の本商品でも音にスカスカ感がないのでしょう。さて続いて2点目ですが、それはマルチポイント機能となります。本商品は2台まで Bluetooth 接続が可能です。あらかじめ iPhone と PC それぞれに接続しておけば、 iPhone 経由で音楽を聴きながら仕事し、次の瞬間 PC で Web 会議となってもイヤホンを接続し直さなくて済むのです。安価なイヤホンの場合、このマルチポイント機能は入っていないことが多いです。そのため先ほどのように iPhone で音楽を聴きながら仕事をしている途中、突然 Web 会議が入ると、その都度接続し直さなければいけません。マルチポイント機能の存在を知らなかった時は、当たり前のように iPhone と PC の接続をし直していましたが、この機能に慣れてしまうとマルチポイント機能のないイヤホンには戻れなくなります。それくらいこの機能は有意義な機能です。なお、あらかじめお伝えしておくと、本商品は同時に2台までしかマルチポイント接続できません。もっと高い機種になると3台接続が可能な商品もあるようですが、本商品は2台までしか同時接続できない点、あらかじめ注意しておきましょう。続いて実際に使って感じた残念な点を紹介します。
まず第一に、これは本商品に限ったことではないのですが、オープンイヤー型の構造上、普通のイヤホンと比べケースが大きくなります。そのためインナーイヤー型を使い慣れてる人からすると、いつもの感覚でポケットにイヤホンを入れようとした時、かさばって煩わしく思うはずです。決して入らないサイズではないですが、邪魔に感じる人はバッグやポーチに入れて携帯することになるでしょう。なお、ケースが物理的に大きくなるため、搭載できるバッテリーも大きくなるメリットがあるようです。ですので、インナーイヤー型と比較すると、大抵の場合、使用時間が伸びます。携帯時に煩わしく感じても、反面、そのようなメリットがある点は嬉しいポイントでした。さて、2つ目の残念な点ですが、それは iPhone だと基本的にハイレゾ音質が楽しめないこととなります。というのも、本商品対応の LDAC が、動画公開時点ではそもそも iPhone で使えない仕様となっているのです。本商品が技術的に追いついていないというよりは、iPhone 側の都合となるため、しょうがないとは思います。それでも、ハイレゾで音楽が楽しめるぞ、と期待していると、裏切られた思いをしてしまうはずですので、注意しましょう。そしてこれが最後なのですが、音漏れはそれなりにあります。耳を塞がない作りであることから、覚悟はしていましたが、音量をそこまで上げなくても、音漏れはしてしまいます。電車の隣の席や図書館などでは、ほぼほぼ音が漏れていると思ってください。そのような点から、使う環境は選ばざるを得ない商品と言えるでしょう。それでは、本商品を総括します。ハイレゾ音質、IPX5 の防水対応、マルチポイントなど、7000円ほどで購入できるオープンイヤーイヤホンとしては、ワンランク上の機能が搭載されたコスパに優れた商品となります。耳に直接入れないことから音質が劣るのではと思われるかもしれませんが、 16.2mm の大型ドライバーや独自のシステムにより音質はスカスカな印象はありません。耳に入れるのではなく耳にかけるタイプなので物理的に外れにくい点、耳を塞がないことから車などの外部の音を聞き取りやすい点、これらのことからウォーキング、ランニングのながら利用に最適です。それ以外にも耳を塞がず軽いことから長時間使っても疲れにくく、イヤホンで耳だれや外耳炎になりやすい人も安心して使える作りとなっています。反面、電車や図書館など音漏れすると周りに迷惑をかけてしまう環境で使いたい人や、 iPhone でハイレゾ音質を楽しみたい人、カナル型特有の耳を密閉しているからこその音圧を感じたい人は本商品は向きません。ということで、これらを求める人は避けた方が良いでしょうが、そうでなければ本商品はそのコスパも相まっておすすめできる商品です。初めての耳かけ式オープンイヤー型イヤホンを探している人は購入を検討してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。ここまでの内容が皆様のお役に立てたなら幸いです。また励みになりますので、もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。本日の内容は以上となります。それではまた別の動画でお会いしましょう。